今日はもちろん同じです。プロ入り初勝利を決めました吉村大塚投手です。勝利ありがとうございます。ありがとう。大番5試合目でのようやく掴んだ勝利、今の気持ちを聞かせてください。そうですね、率直にめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです。自分の仕事は一人一人バットを抑えるっていうのが仕事だと思うので、まあ、その意識で一人一人抑えて、その結果続けばいいかなっていうふうに思って投げてました。1回3つのフォアボールから4回までノーヒットピッチング、結果2安打1失点の今のピッチング振り返してみていかがですか？そうですね、まあ、初回からどんどん飛ばしていこうという気持ちで投げていたので、まあ、その上が6回目を決めたんですけど、まあ、6回に1点取られてしまったので、まあ、そこはしっかりと抑えられるように今後も頑張っていきたいなというふうに思います。そして3回の表、ワンアウト1塁2塁よく抑えた後に、その裏、村上選手の犠牲フライ、さらにはサンタナ選手のホームランがありました。この瞬間かなり背中を押されたんじゃないですか？そうですね、先制点を取っていただいて、まあ、本当に気持ちが気楽になりましたし、思い切って投げることができたので、本当にチームの皆さんに感謝しています。そして7回からは石山投手、清水投手、そして守護神の田口投手、先輩方が抑えてくれました。ベンチではどのように見ていたんでしょうか？そうですね、本当に頼りがいのある先輩たちなので、すごい安心して見ることができました。試合後に田中さんからはどのような言葉をいただきましたか？そうですね、まあ、ここから勝っていけるように頑張っていこうということで、はい、声をかけていただきました。今、ウィングボールは持っていらっしゃいますか？はい、見せていただいてもよろしいでしょうか？改めて、そうですね、まあ、本当にここからが勝負だと思うので、まあ、本当少しでも多く大事に立てるように頑張っていきたいなというふうに思います。なんかその日本時代から誰に話したいでしょうか？そうですね、やっぱり両親に話したいなというふうに思います。それで、この人の手を出していますけど、すいません。両親というお話もありましたけども、今ご両親に伝えたい言葉ありますか？そうですね、やっぱりここまで育っていただいて本当に感謝しかないですし、まあ、ここからも一生懸命頑張って上を向かしていきたいなというふうに思います。改めて応援、さらには声援を届けてくれるこのスワローズファン、改めて吉村選手いかがですか？そうですね、もう本当に温かい声援ばかりで、もう本当に力になるので、これからもどうかよろしくお願いします。最後に、スワローズに入団した際に、スワローズファンに愛される選手になりたいというふうなお話をされていました。改めて自己紹介も含めて、最後にファンへのメッセージをお願いします。新人の吉村浩二郎です。投げていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
水をもらってます。バリバリ発表会みたいなのがあるんですけど、吉永さんに名古屋だったんですけど、頑張っていきましょう。吉永さん、一緒に楽しみましょう。腹話術人形ゆうちゃんのチャンネル登録2000人突破ありがとうございます。